6、4、4、いやー、全然当たらない、承知でしやー、くそったね、なんでだよ、なんでだよ、なんで。当たったんでチャンネル登録ボタンとグッドボタンよろしくお願いします。ということで、ブルーホースでございます。こんにちは。こんにちは。あ、それは、おかじゃさんだ。ということでね、前回は、なんかまあ、ちょっと地上に戻るための下準備をしていったんで、まあ、今回ちょっと、鍵を手に入れてて、鍵を作ってだね。うん。地上に戻るための、ね、準備をしていきたいと思います。ああ、いたわ。なんか、ここにも出てきたんだって。ああ、胸キュン。思いっきり当たっちゃったね、ごめん。胸キュンって痛いよね、本当に。ポケモンの今、バイオレットに、まあ、夢中なんですけど、バイオレットやっててさ、一番怖いのがさ、崖から落ちる瞬間に、ミライドンに乗りながら落ちていくんだけど、そのミライドンが落ちる瞬間がすごいね、結構ね、弾ヒュンなんですよね。ヒュー着地みたいな感じなんだよね。あれが結構怖くて、ドキドキする瞬間ナンバーワンだよね。あ、そうだね、ナンバーワンだね。ナンバーツーはあれですわ。ポケモンがこう捕まえられるかどうかのモンスターボールが動いてる瞬間。あそこに結構ドキドキしたりする。よし、じゃあこれも、これのその金属の鋳型が、で遊んでいるとタイミングで、まあ、どのくらいその、なんて言ったらいいだろう。まあ、時間がかかるかによって、このパートの、終わりが決まります。あれ？ああ、開いた開いた。これ出てくるんだったっけ？開ける。スナイパーライフル。もうでも、もう武器でもいらないんだよな。開けて、開けて。あれ？大丈夫？あ、スカウターを、スカウターを壊してしまった。ねえ、もう、まぶたどこ行っちゃったのっていう。腹筋はいい感じなんだよな。40代くらいの腹筋になった時に、このくらいの腹筋であったとしたら、もう多分ね、お風呂行っても、もう、叶う人間はいないっていう感じだよね。で、ここで、あ、そうか、これあれか。なぜか、ここではロングバレルが常に手に入るんだね。手術は、18回目。1回あたりの手術どのくらいの時間かけてやるんだろうね。あ、ちょっといけない。スケスケだからさ、どこまで行ったの？声聞こえなくなっちゃった。あります。ほんで戻っていって、よいしょ、じゃん、オッケー。でこっち、ここを開けようとすると、なんかね、いっぱいいろいろ、あ、もうすぐ、すっげえ入ってきてたな。おい、あれ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 、オーケー。スカウター、あれ、ちょっと、スカウチャー。スカウターごと行っちゃったね。そこにいるよね。車内開けてあげるか。寂しいよね。お前も、自由になりたかったんだろ。自由にしてやるよ。地上からだ。さらばだとっさん、ゲームオーバースカウターバイバイ。あ、スカウター外してやりたかった。あ、ごめんね。ごめん、目が不自由なままだったね。実際スカウターってちょっと欲しいなって思うけどな。うん。なんか街でね、別に喧嘩したいとかないけど、なんかこうちょっとね、あ、こいつともし、バトルことになったら勝てるって分かれば、なんかもう怖いものとかないし、逆に、あ、こいつとバトったら多分負けるなっていうことが分かれば、うん、初めから喧嘩を売るっていうこともなくなるというか、なんか喧嘩を売ることはないか、あ、なんて言ったらいいんだろう、ビビることもまずしなくていいし、戦わなくて済むし、絡まれないように振る舞えばいいって言いましたからね。さて、じゃあ1体目は、まあとりあえずマグナムでやってみる。マグナムだけでやったことなかったよね。重そうなんだね。あ、上げてくる。頭を打つよ。攻撃に胸キュンは一発ではなくなり。完全なる結晶。結晶まみれの機械心臓。これがお金だもんね。いいよね。まあ、たまってる自己投射してるかもしれないけど。ほい。ほい。ほい。
でもう終わりだっけ。あ、なんかすごい地雷手に入ってる。地雷めっちゃ固まってる。じゃあもう2個くらい飛ぶか。ああ、いけいけいけ。こんなもんでいけるんだね。機械は見える。心臓と一緒。2体だけか。工場もそのブラ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 回ったことはないからな。まあ実際その、普段行かないようなところも行ってみたら敵が復活してましたとかってそういうオチになったりするんだね。まあよくわかんないけどさ。じゃあとりあえず、鉄格子な。なんでこれいつも下の方に行っちゃうんだろうね。これから遊ぶとね。で、これが結構ね、ほんと、苦手というか。あ、じゃじゃじゃ入らないよ、入らないよ。そこは違う穴なのって言って。そっちの穴じゃないわ、つって。だからこれ今、キーボード操作だけか。くる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 。で、こういって、もう一個。オッケー。で、シュル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 。あんまり行きすぎると、あ、そうなんだね。これで、この列車が来てるタイミングでやらないといけないから、列車おいで。来た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 。列車チン。列車チン。で、ほい。あれ？あ、いけてるね。で、落ちて、落ちんして、京都の人って座ることをおっちんって言うんだよね。うん、僕知らなかったんですけど、ね、結婚するまで。おっちんしてーって。で、なんか広島弁には広島弁の座り方、違う違う、大阪には大阪のなんか言い方があって、もう僕大阪育ちなんですけど、20年くらい。結構早くなったな。なんだけど、大阪のその座り方も、その、座る時の言葉の言い方もちょっと知らなかったかな。あれちょっと待って、めっちゃ赤いんだけど。あれ？あ、そっか。裏にセーブあったね。これだ、これだ。これをやれば終わりかな。青くなったね。で、その赤い、これはどこだ？うわ、うれ、こっちか。はははは。じゃあもう戻るのは難しいですね。じゃあこのまま上に登っていきやしょう。ファッションショー。そして、なんか変なやつを倒しましょう。上、参ります。あ、そっか、ここで中途半端にシツルムまでぶち倒しちゃうと、まあ、ワンパートで終わるから、あれだね、クリス編とイーサン編を、なんか合併号でみたいな感じでやらないといけない。まあ、それぞれの話になるから。ね。まあ、ただ、長編になるから、果たしてそれをまとめて撮ることのできる環境が、準備ができるかどうかと思うので、まあ、そこはなんとかしよう。うん。嫁さんと娘さんがね、静まった。娘さんもらう側の立場に言うセリフだよ。Time to die. You can hear it, can't you?あいつ、ドイツ、そいつ、ロッチ。シュツルム、払い下げのターボルプロップエンジンを使用。リアクター出力を強くしすぎたため、突進ばかりでほぼ制御不能となった。完全な失敗作。パパ失敗作。パパはニューギニア、パパはニューギニア。あ、めっちゃお金あったわ。よし。これで終わりか。なんで金よこしてくれたの？金があったとってどうしたらいいかっていう話だな。どうしよっかな。これって、でもやっぱコアをぶち壊さないといけないから、コア以外を切るとかそういうのがない。ありがとう。これで、あ、でもプロペラ打ったところでね、本体じゃないもんね。これで、なんとかなるかな。もうこれでもう起き上がるなよってなれば、もう終わりなんだけど、ただ燃えてんだよな。あちゃ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 。これ裏回れないね。裏回れねえな。あれどこ行った？あれどこ？おお。あちゃ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 あ。めっちゃ向こうに広がってる。わ。終わり？終わった？まだ出す。まだ出す。まだガスが。ちょっと待って、服がボロボロ。てか、今思った、イーサンの体がさ、回復薬によって、
ね、あの復活することはわかるけど、なんで服まで回復するんだ。あ、やっぱ核以外の攻撃は食らわないっぽいね。こんだけマシ、ね、マグラも打っても全然効いてないですね。あれでも食らってる。あ、やだやだ、打ちすぎて、あのどこでどうなってるか。あ、やっぱ、あ、効いてるは効いてるんだ。核以外でもよかったんだ。すいません、あの何の見せ場もなく、あの終わっちゃったんですけど、ちょ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 、まあとりあえずクリアができればそれでいいか。なんかもうちょっと舐め回すような感じで進んでいくのが面白いのかもしんないけどね、うん。あれ、なんかずっとピー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 言ってる。お腹ピーピーちゃん、ピーピーちゃんどこ、ピーピーちゃん、あれ気のせいか。もうなんかなんかあれ、やっぱ言ってるよね。 あ、 あったあったあった。おいおい、迷子はかわいそうだからね。迷子の迷子のピーピーちゃん、開けれる引き出しどこですか。ないね。あばきー。ミランダが憎い、ミランダが憎い、ミランダが憎い、でも好きっていう文章です。読まれる方はご自身で買ってやってみてください。あ、僕は無理です。あの100歳を超えたおばあちゃんに発症しませんので、ね、はい。あ、ちなみにその、あの、現実以外のおばあちゃんにあの発情するしないのとかっていう話じゃないですよ。さすがにだってさ、もう自分の娘にしか興味がないさ、お母さんなんてさ、女としてさ、やっぱりさ、見ることって難しいじゃん。だって自分のこと男として見てくれないんだもん。じゃあ、あれ、これ。おります。ね。やっぱり男女ってそういう仲じゃないとね。こういうところを見逃しがち。1周目の時の俺に言ってやりたい。じゃあ登っていきましょう。アイゼンベルク、シュツルム倒したよ。浮いてる。あ、浮いてないか。これは浮いてないか。吊るされてんのか。てっきり浮いてなかった。あれか。へえ。おります。これ行けたりする？こっから。あ、ちゃうわ、ちゃう、間違えた。普通にロケットピストルのつもりだった。ちどん。あー、外れてる。ちどん。あー、落ちてる。だからなんだ。登ります。すん、ウェイ、参ります。ただいま地上1階に戻ってまいりました。ご用件の方はピーという発信音が鳴る前にお伝えください。ピー終了。ここで手に入るものも特にないんだよね、確かね。そうだね、青いもんね。え、ちょっと、ああ、じゃあ、開けます。開きません。What the? What happened? 後ろから、ね、自在にどこでも階段を作ることができる能力を持つこと、なんかたくましいよ。たくましいな。Not bad. Not bad. No, no, no. You're persistent. But I've got a rebellion. なかなか食事は俺にも予定があるんでな。まあ、そうですか。あ、やばい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 。なんでわざわざ、怪獣になっていこうとしたがるのか。それは不思議でたまらない。よわおゴンスーギル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 。まあ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 、そんなそんなそんな。終わりだしね、直接攻撃を食らわさないでね、あの、わざわざこう、フィールドを破壊して助けてあげるという優しさね。それがまあ結局自分を、まあ、身を滅ぼす結果になるということでね。あ、まあ繋がった本人は未だ思いもよらなかった。なんかうまくまとめてみたつもりだけど大してうまくもねえか。じゃあ行きよっか、行きよっか、じゃあ行こっか。はい、ということで、ね、みんなね、あの怪獣にお会いできたなと思ったと 思ったら今度はね哺乳類に会うよ。握力推定800キロの、ね、ゴリラに合いますよ。ガチャコン、これそのまま無理入るんだよ。あ、だね。で、あの持ち得ていないハンドガンが手に入るんだね。これもよう気づいてない。あれだよ、水にジャンポーンって落ちてくる音が聞こえて、なんか来たぞっていうので警戒してたっていう、そういうオチなんだろうな。What do you care, Chris?
You killed my wife, you son of a bitch! You think I killed me? That wasn't her. It was Miranda. What? She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. See, she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit! Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. This job is hard enough without civilians getting in the way. 急にさ、目の前で嫁さんをさ、ぶち殺されたって思ったらさ、まあ、それは恨みますわなっていう話。What the hell is going on? 俺が恨むよ、そんなことされたら。もうクリスのことはもうゴリラにしか見えなくなってくる。あ、もともとか、それは。で、まあ、ようやく事情を話して。クリスっていうかさ、なんだろうな、こういう。人たちってなんか肝心なことを隠してさ、なんか誤解を生むようなこととか、なんか自分があえてこう分かってるくせに悪者になりに行くっていうパターンって結構ないっすかね。なんでわざわざそんなことしちゃうのみたいなこととかっていうのがね、結構あったりするんですけど。Long story short, なんでなんだろうね。Miranda's fucking insane. 面白いよね、そこら辺がね。All these monsters and freaks, this is her life's work. この村の化け物たちを生み出した。Some sort of crazy experiment with the mold. The mold.Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from there. I can't do anything. I can't do anything. That might not be true. いや、そんなことはない。これをぶっかましてもらえればそれでいいのさ。ということで、ちどんちどんしましょうか。I sent those pictures a few minutes ago. Miranda, keep looking. これ、よく見たらね、どうなんだろうな。いるのかな。Rose.Holy shit, we gotta go! Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get it. You don't stand a chance against Miranda by yourself. I will stay down here and finish planting explosives. You take that elevator, I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight we will.この時何してたんだろうね。あ、そこ工場爆破してんのか。工場爆破して、あのクソゴリラがーっつって、なんかあの英語だとあの岩破壊男みたいなそんな役になるんだ、ね。You take this and do me a favor. Try to stay under the radar. これはあれだろうね。あのバイオシックスでの教訓を自分に言い聞かせているっていう感じなんだろうな。まあ結局でもセブンでも一人で突っ走った結果部下どんだけなくしてんねんって話なんだけどね。まあ、それを言っちゃおしまいよ。ということでね、いいところまで来ましたんで、次回ハイゼンベルクぶちのめすところからやっていきたいというふうに思います。ということで、前めっちゃ回ってるわ。アイテムは全部取ったね。OK。じゃあね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、ぜひ登録よろしくお願いします。登録ボタンを登録よろしくお願いします。おかしいな。チャンネル登録ボタンをクリックお願いします。ということでね、本日の動画は以上でございます。また次回パートでお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。